はい、今日はちょっとね、このお風呂だいぶね、いろいろ汚れてたりとかするんですけど、このお風呂をね、ダスキンのホームクリーニングにお願いしようかなと思います。このね、ガラスとかも自分で磨いてるんですけど、結局ね、結構大変なんですよ。まあこの間ね、買ったクリーナーがかなり良かったんですけど、この壁とかも結局全部終わってなかったりとかね、またすぐついちゃったりとかして、まためんどくさかったりとかして、あといろいろとね、端っこの方とか、あと奥さんがね、あの黒カビアレルギーっていうのが判明して、そういうのとかもね、カビとかの全部除去とか一回やってもらおうかなと思って、ちょっと今回ねお願いしてみました。こっちのね、洗面所も合わせてやってもらうような感じですね。ちょっとどのくらい綺麗になるのか楽しみです。はい、掃除がね終わりました。でね、鏡磨いてもらってピッカピカですね。まあちょっとここら辺とかは残ってるのは仕方ないとは思うんですけどね、まあ短時間でやってここまでね、多分これバフで一気にやってもらったと思うんですけど、であと壁とかも磨いてもらってかなり綺麗になりましたね。うん、なんかいろいろとやってもらって、なんかここら辺いつもね、こっち側に向かって座るから、ここがすごいもうザラザラになっちゃってるみたいなことを言われたりとかね、いろいろしました。でもすごいお風呂全体がすっきりした感じがします。あと洗面所もこんな感じでね、まあこまめにね、自分で綺麗にしてればそうすればいいんですけど、まあ、なかなかね、汚れっていうのは溜まってきてしまうんで、まあ、数年に1回とかね、お願いするのもいいんじゃないですかね。ここのね、この排水口の、なんていうの、この水が溢れた時のやつなんですけど、ここのところがね、ここ、黒ずみが全然取れなかったんですよ。すごい磨いても全然無理で、で、カビキラーみたいな漂白のやつも無理だったんですけど、綺麗に取り出てね、さすがプロの仕事って思いましたね。コーヒータイム。今日はね、キリマンジャロです。最近というかね、まあ、ずっと立ち屋さんでね、コーヒーを買うことが多くて、でね、新しいところを開拓したいなとずっと思ってたんですけど、なかなかね、探しに行く機会がなくて、で、しかも通販で買ってもね、通販でその、まあ、買うとしたら、まあ 200g で2000円ぐらいで、 200g だけ買うってことはないんで、そうするとまあ、5000円、6000円ぐらい行くわけですよ。コーヒー豆買うのにね。で、そうすると、まあ、そこそこの冒険 になっちゃうわけなんですよね。で、まあ、だったらいつも飲んでる、田島屋さん。僕の中ではもう超安定してるので、田島屋さんだなっていう風な感じになっちゃうんですけど、でね、僕が、まあ、日頃よく遊んでいる、まあ、LINE グループでね、ゴジラインっていうね、まあ、LINE グループの名前ではないですけど、ゲーマー集団のゴジラインっていうところの LINE グループがあって、で、そこの中でね、コーヒー豆、どっかおすすめのとこないですかみたいなことをね、聞いたら、そしたら、ここ、みたいな感じで、4件ぐらいね、ちょっとおすすめしてもらったんで、ちょっとね、今の豆が終わりそうなんで、新しいね、コーヒー豆屋さんを開拓しようかなと今ね思ってるところです。今日は早めにね入れよう、少しねお湯の速度を早めて、最近少しねゆっくりめにしてたんですけど、いや新しいね豆やっぱね、いや本当はね行きたいところも、もうこの間言いましたけど行きたいところあるんですけどね、なかなか
まあ、コーヒー豆って、まあ、僕喫茶店みたいなところで買うのが好きなんですけど、喫茶店のところにね飲んで美味しかったらそこのお店をね、はい、コーヒー入れ終わりました。まあ、美味しかったらコーヒーをね、その喫茶店で分けて、コーヒー豆を分けてもらうみたいな感じで買うのが好きなんですけど、まあ、なかなか行く機会がないのと、あとね、喫茶店ってね、通販やってないところが多いんですよね。なので、なかなかこれ、ここ、あそこ美味しかったよな、みたいな感じで思っても、通販でね、豆を買うことができないみたいなのが結構あるんですよね。そこら辺がね、まあ残念だったりとかしますよね。ということで、ちょっとね、新しいところを開拓しようかなと思います。はい、じゃあコーヒーいただきます。うん、いい香り。美味しい。